とことんやり込む。どうも、なおちんです。さあ今日もゼルダ無双をやっていきます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではいきますね。今日はサビ取りをします。サビ取りだけども、いわばガチャみたいなやつだね。武器を集めていって、この錆びた剣とか錆びた槍とかね、そういったものが出て、それをある程度進めていくと鍛冶屋さんで錆び取りができるようになるのよ。でこの錆び取りを錆びた剣などに使うと強い武器に変わります。まあいわばガチャみたいなもんだね。ガチャみたいなもんで、この錆び取りをやる前に一つ注意点があって、まずね、ハイラルチャレンジ、これの重要なやつがあるのよ。施設強化のこれ、サビ取り技術の向上、そしてもう一つ、サビ取り技術の観察、この二つだね。この二つは絶対覚えてからサビ取りをした方がいいよ。俺最初の方に三つぐらいサビ取りしたけども、あんまりいいのが出なかったのよ。でこのスキルを2つ取ってからサビ取りをすると、そこそこいいのが出た。なのでこの2つっていうのを入手するまでは、錆びた剣とかは保留してた方がいいよ。それをおすすめします。じゃあ今日は早速サビ取りやっていこうか。まあガチャみたいなもんだから楽しみながら行こう。リンクが錆びた武器を9個、インパが6個。で、ミファー3個にお父さんが6個か。まあ、全部で、24個だね。24個の錆びた武器があるので、やっていこう。じゃあ、まず、よく使うお父さんから、いくね。錆びた両手剣、そうだな。攻撃力が、80とか、それ以上のやつが出てくれれば嬉しい。そして、スキルは、ユニークスキルがいいな。ユニークスキル出てくれ。でこのサビ取りをするときにはアイテムが必要なのよ。鉱石系が5個、そして魔物系が30個、で紙が100枚必要になってくるのね。でこれ多分だよ、俺のやった感覚ではどの素材をつけても出てくるやつは変わりない、影響ない気がする。例えば火打ち石を5個入れるのとダイヤモンドを5個入れるの、変わらないと思うんだよな。まあとりあえず今日は火打ち石でいきます。安くね、上げていくね。錆びた武器はね、なかなかね、入手がね難しいのよ。錆びた武器なかなか出ないよ。赤い月に行くとまあ結構出るかな。出るって言っても1回で2つぐらいだけどね。では行きます。1発目、ピカピカにするよ。スキルなしか。スキルなし。いやスキルあるわ。あれだ、合成が強くなるやつね。合成経験値がプラス 150% のやつが出ました。まあ、この感じで、どんどん、いきます。では、2発目、いけ。いや、一応ね、ダイヤモンド入れてみた。ダイヤモンド入れるとやっぱ変わるかなと思ったけど、変わらないね。一緒。で、スキルも、プラス1か。プラプラの方が良かったな。まあ、これもいらない。全然いらない。あ、でもユニークスキルついてる。ユニーク。これは、確か属性に強くなるやつじゃなかった？ちょっと見てみよう。確か属性に強くなるユニークじゃなかったかな、今のは。氷属性の影響を軽減する。どうなんだろう。この軽減系がね、ちょっといまいち分かってないんだよね。弱っ弱っ。でもまあ、合成のね、経験値プラスはいいとしよう。
なんでだ、めちゃくちゃ弱いぞ。お父さん最後いいの来い。40、全然いらない。次はミファー3ついくよ。草を刈るとアイテムゲットか、あんまりいらない。弱いな。ではインパどうだ。お、あ、いや、このスキルはあんまり良くなかったな。まあこんなもんか。またか、一緒じゃん、同じスキル。最後の最後全然いらなかった。じゃあ次リンクだね。王家の剣、魔物の素材が落ちやすくなる、いらない。またか、まあ合成プラスはいいとしよう。弱い、弱すぎ。は？またこんなのか。残り3本槍でいいの来い。弱いな。最後お願いします。弱。はい、ではね、今日はサビ取りやってみたんだけども、全然いいのが出なかったね。24個全部外れと言っていい。まあユニークスキルは1個だけ出たね、お父さんで1個だけ出た。でも全然いらなかったな。まあこれね、サビ取り神武器が出たっていう噂もあるので、まあ錆びた武器が出たらその都度やってください。でその時に注意点として、ハイラルチャレンジの施設強化、サビ取り技術の向上、サビ取り技術の観察、この2つは入手してからサビ取りをするようにやってください。これは注意ですよ。ではまた出していきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価を押してもらいますととても喜びます。ご視聴ありがとうございました。